はい、どうもプロボーラーの水栗です。いつもありがとうございます。改めまして明けましておめでとうございます。2023年になりまして、今日が初投球、初投げというやつですね、やってまいりました。1月メンテを投げてみたという動画を先日上げたんですけど、どうやら僕は2024年になったと勘違いしておりまして、2023年でしたね。はい、この場でお詫びします、すいませんということで、2023年1月のメンテでもう、取って投げてるんですけど、実際2023年になってから今日投げるのか初めてでございます。ということで今年の運試しを1ゲーム一生懸命投げてみたいと思いますが、ボーリングするのが数日ぶりで1週間は経ってないかな、はい、ぶりなんで、はい、体が温まってませんけども、今年の運を試してみたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということで今日はインフィニットフィジックスで投げましょう。ようやくね、お正月の高稼働も落ち着きまして、今ちょっと閑散とした時間帯になってるんですけど、レーンは41フィートでちょっと荒れてるかな。はい、第1投どうだ。よかった。まあ練習投球してるから初投げではないんですけど、はい、一発目のスコア入れるのは見事にジャストストライクから始まりました。今年はいいことあるかな。おみくじはね、今日でした。はい、何もいいこと書いてませんでした。はい、仕事は順調って書いてあるんで、それだけが唯一の救いかな。はい、2フレ行きましょう。ちょっと中行っちゃった、残っちゃった。まあでもね、はい、おみくじには全てがあかんというわけではなかったので、はい、神を信じれば救われると書いてありましたのでね、神頼みという言葉を今年は使いたいと思います。はい、スペア。おお、危ない、初スペア取れました。まあ、今年はね、まあ、一つテーマがありまして、まあ、いつもね、ボールの球質が上ずってビュンビュン投げて天秤タップっていうのがやっぱり僕の最大の課題なんで、まあ、いわゆる投げ急がないというテーマがありまして、ゆったりゆったり振るように下半身の強化に取り組みたいなと。下半身が伸びちゃうとやっぱりボールがね、スピードが出ちゃうので、低い体勢になれるようにしたいんですけどね。こういう感じね、これぐらいのスピード、はい、だったら中でも大丈夫なんでね、あれ以上スピードを出さないように、まあ時と場合によりますけどね、もう全然スピード入れないと球がいかないという例もあるんで、その時はビュンビュン投げたいと思いますけど、基本的にはやっぱりね、重たいピンにも当たり負けしないような回転球質にしていきたいなというところがあります。はい、調子乗ってさらに打ち寄りますね。ほら、これがあかんっていうのね、これがやったらあかんやつですわ。膝伸びたもんね。よし、まあでも新年初スペア行きましょう。今年は天秤をミスりたくない。天秤こそ下半身が大事。はい、被災ボールは今ぐらいにちょっと右行っても曲がって取れるんです。あそこがね、ズルンって流れていくセンター結構ありますからね、そういう時はちょっと内目を狙ってスライスを計算して投げないといけないなと思ってるんですけども、さあ2023年まだ初ダボが出ませんね。ちょっと右戻りましょうか。
寄りすぎたら天品なんで。これぐらいね。これ曲がりすぎか。すごいな。よく曲がるレーンですな。僕なんかでも曲がるレーンです。これあえてちょっとね、オイル読むために曲がるボールでいきます。普段360はスペアボールでいく方が多いんですけど、スイングの意識をして、これぐらいかな。はい、よし、へい。さあ、5フレ終わってノーダボ、ノミス190ペース。よいしょ。ちょっと絞り気味でいきましょうか。出すぎるとすんごく跳ね返るんで、1枚右に寄って中へ押し込む感じにします。こういう感じの方がいいかな。よし、これで天秤残ったんで、間を間をうまく攻めれば倒れるところがあるはずだ。ふう、さあ天秤ね、さっき危なかったんで、これぐらいね。はい、アジャスト成功。よし、さあ、さっきの天秤タップをさらにアジャストしましょう。もう一番右、もう一番右寄ります。ちょっと出たけど当たった。ちょっと一瞬ボール指1本か2本脇が甘い気がするな。こう親指残ってしまったんでね、これ。さあ、初ダボチャンスです。2023年初ダボ狙って丁寧に投げましょう。もう 0.5 枚右に寄りました。 0.5 枚右寄った分 0.5 枚脇を締めたいと思います。こういう感じですね。はい、曲がっちゃったよ。脇締まるとボール曲がるんかな。今いいと思ったんだけどな。これは今年はちょっと先が思いやられる内容になってきました。よし、さあ、困ったぞ困ったぞ。もうボールはチェンジしないって決めてるんで、すぐね、特回引っ換え変えてしまう悪い癖があるんで、僕ダボりたいね。これぐらいかな、これぐらいちゃう。マジですか。やっぱちょっと読み間違えてるな。これはまずいぞ。200いかんかったぞ。
ずいぞ。ダボすらない。どうしましょう。よし。読み間違いでした。ちょっと中入ります。右へ寄りすぎました。手前から曲がっとったんでね。マジかよ。配信したくねえな。あららららららら。ら大丈夫か今年の水谷。ハウススペアボール曲がるぐらい遅いんやな、こんな読み間違えだ、くそー。最後、一発、なんとかしましょう。最初の脱位置へ戻ります。はい、ということで情けない182点、今年の初ミヤカップをお預けでございます。まあでも正月のね、あれたれ、しかもノーダボ、悔しい。今年ちょっと1年これでね、気を引き締めて、一から練習取り組みたいと思います。はい、2023年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。